この動画はこれを見たら誰でも料理が作れちゃうをテーマにした料理動画です。今日は、牛肉の丸めカツというのを作ります。はい、はい、小林先生です。おー、小林先生来た。作りますか。はい、材料の確認。牛肉切り落とし 200g、 塩コショウ少々、小麦粉大さじ2、水大さじ1、黒ごま大さじ1、パン粉1分の1カップ、大根おろし、ポン酢。そしたら、付け合わせの野菜。はい。これ何でもいいでしょ？まあ、かいわれ大根とか、まあ、カツに合う感じの。今回はベビーリーフにしました。あ、いいやん、いいやん。よーっと安かったからね。さっぱりしてて合うんじゃないでしょうか。そうでしょうか。やったぜ。ネギは？ネギなんて一言も言ってないよ。え？ネギなんて一言も言ってないけど。ほんまや。言ってない。あれ？ああ、まあまあネギ入れる場合はここでじゃあちょっと小口切りにしといてください。それさ、メニューに書いてないけど、もともとメニューに書いてあるの？それとももともとメニューからないの？あ、書いてるけど、まあまあ添えるぐらいやから別に。おい。大丈夫大丈夫、謝れよ小林先生、すみません。違う、ネギが本来あった方が抜群の料理を俺が食べることができたのと、あと作るのに参考にしたい人とかにとって大きなミスだから謝れって言ってんの。それを嘘をついてすみませんって言え。嘘をついてすみません。おお、気をつけろよ。お金なこいつ。お金じゃ希少。お金希少なよ。お金ってお金をお金をよこせっつってんの。きしょいわ。そうそうそう、マジでお金貸してくない？マジで今いや電気止められそうなんやね。水をこう入れて、そうそう、お団子みたくなったけど、あれ水少ないかな。水なんぼって言った俺。大さじ1。小麦粉は？大さじ2。あれ？合ってるはず。あ、じゃあこうなるのが正解なの？いや、それちょっとあれやな。少ないな。水じゃあもうちょっと。まあまあ、ええわ、置いとこう。とりあえず。ほんとか？ほんとか？で、ほぐしながら混ぜてください。牛肉をブチブチ、あ、ブチブチ言っていいの？いいよ、全然。へぇ、そしたら、はい、2等分して、はいはい、なんかハンバーグの形みたいなのにしてください。ちょっと薄めにね、薄めっていうか広く伸ばしてね。ああ、なるほどなるほど。あ、だから丸めカツっていうのか。なるほど。ん？水片栗粉を全体につけるんでしょう。うんうん。カッチカチやけどいいのか。硬いな。団子的な。ちょっと手濡らして広げていけ。はい、いこう。ちょっとずつ。でパン粉つけていってください。はい。ああ、まあまあまあ、うん、そうか、つくか。分厚くないか、お前それ。大丈夫、揚げれる？油少ないんじゃない？じゃあ逆に。そうなの？俺、言わなかったっけ、厚さ2センチぐらいにするって。いや、油の厚さが2センチぐらいあるよ。え、ハンバーグ。ハンバーグっていうか、これのことを2センチって言ってたの？うん。え、これ2センチは初耳なんやけど。絶対言ってないね。あ、言ってないね、お前。あ、じゃあして。いや今から無理だって。もう赤字始めてんだぞ、こいつら。バカじゃねえの。おい、
頑張れ。まあ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 、裏返したりしてうまいことできるできる全然。おい。うまく上がったかな、分厚かったけど。半分ぐらいでいいの？うん。いや、あの、普通に、あの、なんていうの？カツ丼的な？そう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 。赤いな。そしたら赤い！ほら、薄くせえへんから。いや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 。そしたら赤いよ！チンするか、チン。これ、レンチンするんか？え？レンチンすんのね？レンチン、レンチン。まあ、1分もすれば十分じゃない？ラップして。あ、そんなもんなんだ。あ、できてる。はい、じゃーん、完成です。さん、はい、はーい。じゃあどうぞ。いただきます。はい。ただのカツ丼とはちょっとまた違うわけですね。だからやっぱり丸めたっていうところで。おいしい。ジューシーさがね、非常に出てますよね。全部閉じ込めてるから。閉じ込めてるから。あとこの側のソースとか、あのこのごまが入ってるじゃんか。香ばしい、これが。ごまの香りがすごいね、香ばしく。してね、風味がすごくいい。この大根おろしとポン酢であっさり食べられるというところで、牛肉のこのジューシーな油と、うまいことこう、調和してるね。サクサクした衣の中に牛肉がね、うまく閉じ込められてるんだよ。だからジューシーが失われてないんだよね。普通のトンカツより俺これ、血の方がいいかも。普通のトンカツなんかちょっとなんだろう、分厚いからさ。食べに、トンカツっていうか、あれか、トンカツって豚か。だからトンカツよりジューシー。で、分厚さとかじゃなくて、歯応えがだからなんだろう、トンカツって分厚いからさ、ちょっとなんか、食べてるときパサパサ感もちょっと目立つじゃんか。そんなことない、うん、そんなことない。うん、そんなことないけどな。俺のトンカツのイメージはパサパサってイメージなんだけど、中の肉が。、はあ、ずっとジューシーな味が、噛むたびに肉汁が溢れてきて、とっても美味しいですよ。なるほどね、この食べ方美味しいな。あ、ポン酢と合うわ。これ作ったことあるの？それぞない。美味しいよ。うん、やりな今度、簡単だから。うん、教えてやるわ、作り方。いや、もう教えてもらったから俺。小林先生に教えてもらってるから大丈夫です。やっぱ小林先生はあれだね、うまいね、肉料理が。ハズレがないもんな。いや、ハズレあるって言ってたよ最初。ナスと豚肉の挟み揚げがハズレがないもんな。あれハズレやっけ。まあまあ、あれは。ああ、ハズレではないんか。うん、まあまあ、これ大当たりやわ。美味しい。